虹色幻想曲、プリズムファンタジアとは日本のアイドルグループ。幻カレン・ゲネトと同じ一トップの選抜ユニットである。東京都を中心に活発なライブ活動を展開している。略称はプリファン、ファンの通称はファンファン。キャッチコピーは先ほこれなもなき花。同じセットリストはやらないを基本とする唯一無二のメドレースタイル可変式。 ノンストップメドレーを武器に、ロック系から、王道アイドル系、ダンスナンバーから面白ソング、出演イベントに関連する楽曲のカバーに至るまで、バラエティに飛んだ楽曲陣を基本的に MC を挟まず、持ち時間の限界まで詰め込んだステージが特徴。一般的なアイドルの行う、各楽曲をそのまま立て続けに演奏する、ノンストップライブとは異なり、曲感を切れ目なく、都度リミックスしている。 公式からの情報発信では、ノンストップメドレーの元祖、幻想であり、偶像である、アイドルの虹のようなきらめきを求め、そんな彼女たちが奏でる、音楽の面白さだけを、ひたすら追求することを目的とした喫水の6人、組ライブアイドルグループと紹介されている。結成時からのメンバーを1期、2016年加入のメンバーを2期メンバー、2018年加入のメンバーを3期メンバー、 2019年加入のメンバーを4期メンバーとして扱う。篠原美神崎里野は関東以外に在住もしくは活動の拠点等の理由があることからライブ参加が不定期のイレギュラーメンバーズの扱いである。2015年のグループ結成時には各楽曲をフルバージョンで歌い上げ、曲間に MC もある通常のライブスタイルであったが、 同年年末のプロデューサー交代以降は徐々に可変式、ノンストップメドレーへとライブスタイルが変化していった。2018年の3期メンバー加入以後は、現役コスプレイヤーや動画投稿者等他ジャンルの人材を多く起用しており、撮影会等のメンバー個別の活動も増加している。新型コロナウイルス再拡大に伴う、緊急事態宣言発令により1月16日まで、 活動を自粛。1月17日、新木場スタジオコーストにて開催の東京アイドルウォーズ2021大江戸歌姫歌手戦のメインステージ出演にて、活動を再開前日の通り毎回異なったリミックスにより、メドレーを構築しているためライブごとにつなぎやショート、フルバージョンや一部パートのカット、曲間のつなぎ、歌割り、楽曲のテンポ等が異なる。 曲中の自己紹介パートが萌えの脱退に、伴い当初のバージョンから漢字クイズを含む当人のパートが丸ごと削除、新メンバーのパートが新たに追加された。三陽期メンバーのパートは未発表。なお自己紹介パートを丸ごと省略したリミックスも存在する。読みはプリズムファンタ、ジアジオリジン。初期メンバーである白星、アナミ。 篠原の三人限定の派生ユニット。読みはプリファンリミテッド。未成年組である2期メンバー黒瀬先舞、西森カレンによる派生ユニット。2018年3月9日、渋谷ルイド k 2で開催されたトリプル D、ディスカバリーアイドルでポセンにてお披露目された。両名の卒業に伴い解散となる。読みはプリズムファンタ、ジアーニ・ユーホープ。4期メンバーの倉川、 ミは、5期メンバーのなぎさ、雫と5期メンバー加ーと前後して復帰した西森にて構成されたユニット。虹色幻想曲の楽曲だけでなく、所属事務所が楽曲の権利を持つ幻カレンエネや萌え木のジノムの一部、楽曲も持ち曲としている。5期メンバー加ー以前は4期メンバーで唯一、アイドル初挑戦となった倉川メンバーのいずれかの2人もしくは3人での変則ユニット。 2019年8月8日、ライブカフェスペース秋地下で開催された、ナウイ、アイドルボリューム203にて、お披露目され、カバー曲なども演奏していた。平日、第2第4火曜日開催、秋葉原モホルで、開催の際は、芸人の爆裂球が司会を行っていた。AIF とイットップの共催。二千十七年五月に、AIF がアイドル最前線。として、 仕切り直しを行ったことにより終了。不定期開催、アイドルコメッツとの共催。新型コロナウイルス感染拡大による業界全体の自粛の影響を受け3回で終了。不定期開催週刊ヤングマガジンに連載されていた極道アイドル漫画の実写映画化。篠原を除く撮影当時の在籍メンバーが、作中の主人公たちが出演するライブイベントの共演者として、 本人役で出演している。ありがとうございます。